エアセ、リーグヤクルト8対7巨人、15日、神宮。巨人は低迷していた打線が10戦ぶりの3得点以上となる7点を奪ったが、投手陣が崩れてヤクルトに逆転負けを喫した。不振だった岡本は初回に18試合ぶりの39号にランでトップの村上に並ぶと、7回には敵地打を放ち、打点を100登板に伸ばして単独トップに浮上した。試合前に主将の坂本が円陣で一球入魂を訴え、攻撃陣には復調の兆しが見えたが、投打が噛み合わず球団ワーストと4位の9連敗。4月10日以来の借金生活となった。チームを、そして自分自身を奮い立たせるように、坂本は強くバットを振り抜いた。0対0の初回1失。高梨の外角球を捉えた打球は、右翼席へ飛び込んだ。さらに丸が右前打でつなぎ、岡本はにも2ラン。丸、カズマがいい流れを作ってくれてよかった。10月の月間打率1割台、16打席連続無安打と苦しんでいた主将が、19試合ぶりとなる19号ソロ。この一発が、湿っていた打線に火をつけた。同点に追いつかれた直後の7回に死二塁では、一時勝ち越しとなる敵地打を左前に運んだ。総立ちのベンチに応えるように、坂本も力強くガッツポーズ。9試合連続で2得点以下と低迷していた打線が、12試合ぶりの2桁安打で7点もぎ取った。打ち合いの末、最後は競り負けたものの、頼れるキャプテンがついに目を覚ました。